今日は中日ドラゴンズ春のキャンプ初日を振り返るです。まずね、やっぱり気になるのは中日ドラゴンズの4番候補のアキーノ選手のフリーバッティングですね。アキーノ選手はフリーバッティングでは柵越えは0本でした。でもね、動画でアキーノ選手のスイングを見るとやはりアキーノ選手のスイングスピードはとても速いです。アキーノ選手はスイングをする前にほんの少しだけピタッと止まってそこからスイングをしていました。フルスイングではなくて広角に打つのを意識しているのかなって思いました。アキーノ選手はスイングスピードが速いからホームランを打てると思うんですよね。アキーノ選手が日本の野球に適応できて広角に打てるようになれば打率も残せてホームランを打てる完璧な選手になると思うんですよね。広角に打てるようになればまず日本で成功すると思いますね。アキーノ選手はキャンプ初日のフリー打撃に関して今日はあえて右方向を狙って打った、それが自分の調整法、慣れてくればホームランも打てると思う、こう発言をしています。フリー打撃に関してはキャンプを紹介していくうちに柵越えを見ることはできると思いますね。今日のアキーノ選手のフリー打撃は打撃投手相手に計49スイングしました。安打性の打球は15本でした。打撃練習後には和田コーチと言葉を交わしたそうです。和田コーチはアキーノ選手と同じ右バッターの選手でした。和田コーチは2000本安打を達成している一流の選手でした。アキーノ選手は和田コーチの現役の時のライト方向へのヒットホームラン、この技術を和田コーチから習得をしてファンの私たちに活躍を見せてほしいです。ドラゴンズの新外国人選手のカリステ選手もフリー打撃に参加をしました。動画でカリステ選手のバッティングを見ましたが、思っていたよりバッティングは良かったと思いました。守備に関しては内野はどこでも守れるそうです。もしかしたらバッティングでオープン戦で結果を残すことができれば、開幕セカンドもしくは開幕ショートの可能性があるかもしれませんね。これはね、ビシエド選手、アキーノ選手、アルモンテ選手、うかうかはしていられませんね。ドラゴンズのクリーンアップを期待されている鵜飼航介選手は野外でフリーバッティングに参加をしました。鵜飼選手は少しだけフォームが変わったと思いますね。少しだけ体を開くようになったと思います。レフト方向に鋭い打球を打っていました。柵越えも確認することができました。ライト方向にも打球を打っていましたがファールっぽかったです。鵜飼選手は今季はスタメンで試合に出場するにはなかなかハードルが高いんですよね。外野にはレフト大島選手、センター岡林選手、ライトには秋野選手、大きな怪我がない限り多分この3人で固定になると思いますね。でもね、鵜飼選手にチャンスがないわけではありません。鵜飼選手は長打が売りの選手です。まずは長打を首脳陣にアピールをしていってほしいですね。そして開幕1軍狙ってほしいです。現役ドラフトでドラゴンズに移籍をした細川選手もフリーバッティングに参加をしていました。細川選手は売りの長打を発揮していましたね。外野に鋭い打球を飛ばしていました。細川選手はまずは右の代打として開幕1軍を目指してほしいです。また細川選手はファーストを守ることができれば試合に出場をする機会はもっと増えると思いますね。柵越えも確認することができました。また鵜飼選手と細川選手は和田コーチからテニスラケットを使ってバッティングの練習をしていました。これは体幹の力でボールを捉える練習だそうです。ブルペンでは2022年ドラフト1位の中地玲也選手がストレートを中心に宮選手に立ち投げをしていました。そして何球かを投げてから宮選手を座らせて投げ込みを開始しました。宮選手を座らせてからカーブを投げているのが確認できました。最速は145キロマークしたそうです。変化球は5種類を試したそうです。中地選手はキャンプで首脳陣にアピール成功すればオープン戦で先発として登板する可能性はありますね。そして結果を残して開幕ローテーションに中地選手は入ることができるのか、ここ見てほしいポイントです。また中地選手が投げていたボールを受けていた宮大成選手も今季1軍で見たい選手の一人です。宮選手は昨年1軍の出場は0でした。2軍の成績は52試合に出場、打率0割6分5厘、バッティングには苦労をしました。でもね、今年宮選手にはチャンスは来ると思うんですよね。2番手捕手の石橋康太選手が昨年手術をして今は別メニューです。また4番で期待をされている石川昂弥選手も今別メニューです。2人とも焦らずにリハビリを続けてください。
石橋選手がいなくなって宮選手にはチャンスは十分に回ってくるでしょうね。宮選手はまずは守備でアピールをして開幕一軍を掴んでほしいですね。また宮選手は肩の強さも持ち味です。また WBC に内定をしている高橋宏斗選手はオリックスの山本由伸選手がやっているやり投げのトレーニングをしていました。そしてキャンプでは初日からブルペンに入ります。高橋宏斗選手は少しだけフォームが変わっているように見えました。少しクイック気味に投げていました。 WBC の公式球を含めて32球を投げたそうです。ストレート、カーブ、カット、スプリットを投げたそうです。高橋宏斗選手はとにかく WBC では怪我をせずに戻ってきてほしいです。また高橋宏斗選手のスプリットはキレッキレの変化球です。高橋宏斗選手のスプリットに皆さん注目をしてください。今シーズン高橋宏斗選手は怪我なく1年間先発で投げることができれば10勝以上をマークすると思いますね。防御率は2点台前半をマークすることもできると思います。でもね、 WBC の試合が終わってからは WBC の試合の疲れがあると思います。だからもしかしたら開幕ローテを外れて疲れを取ってから4月半ばから中日ドラゴンズの先発ローテーションに入って投げてもいいかもしれませんよね。私は高橋宏斗選手がいつかは沢村賞を獲得すると思っています。またドラゴンズファン期待の涌井選手もブルペンに入りました。17球を投げたそうです。まだまだこれから調子を涌井選手は上げてくると思いますね。涌井選手は先発ローテーションに絶対に入ってきてほしい選手です。涌井選手はプロ通算154勝している投手です。2009年には沢村賞を獲得しています。涌井選手は怪我さえしなければ先発ローテーションには入るでしょうね。先発として8勝あたりをマークしてほしいですね。涌井選手が加入してから中日ドラゴンズの投手陣の層はますます厚くなりましたね。ちなみに涌井選手の背番号は20です。中日ドラゴンズの背番号20はかつては権藤博さん、星野仙一さん、小松達夫さん、孫ドンヨルさん、中田健一さん、中日ドラゴンズのエースピッチャーがつけていた背番号です。選手の皆さんには怪我なくキャンプを完走してほしいですね。怪我をするのはネタが滑った時で十分ですって。おーい、ネタで